沖縄竹川、は、子金門、新生丹子金光、原竹目の金類。この蚊蚊は、傘の裏のひだに、誌実層を持っており、孔子は茶色、傘の形は半球型である。沖縄竹属は細く、くぬぎ竹属に似ている。傘の表面は、ゼリー状になっている。多いはなく、不正生物であり、草地に生える傾向がある。小笠竹属は細く、 クヌギタケ族に似ている。傘の表面は乾燥している。この族は小さく、不正生物であり、草地に生える傾向がある。登場の縁、シスチジアを持っている。フミズキタケ族は細く、中身の詰まった柄を持ち、柄は、ツバのようなものに覆われている。このツバのようなものは、崩れたものであり傘の縁にのみある。ツチイチメガサ族は細く、クヌギタケ族に似ている。 傘の表面は乾燥している。この属は小さく、不正生物で草地に生える傾向がある。また、柄には、つくしの袴のようなものがある。いくつかの種は、柄の中間に、膜質の袴を持っており、それ以外のものは、つばが崩れており、傘の縁に見つかる。これらは、小傘竹属から分けられ、縁、シスチジアが、登場ではない。日傘族は細く、やはり、 クヌギタケに似ている。傘の表面は乾燥しており、胞子紋はアンパッ色から黒色をしており、沈殿する。小さく、不正生成物であり、草地に生える傾向がある。胞子が、キノコのヒダの胞子脳で熟成すると、反転状になる。姫めしはふた族属は細く、やはり、クヌギタケに似ている。傘の表面は乾燥しており、胞子紋はアンパッ色から黒色で、沈殿する。 日傘竹族から分離して作られた族で、日傘竹族は奉子にコブがあるが、姫島二竹族はコブがない。ありがとうございます。